ございます。すすきの YouTuber、たまさまとぶーちゃんです。はい、というわけでね、今日はこちらぶーちゃんが見つけてきてくれたね、このあのスターバックスさんのドリンクが売っているということで、はい、はい、ちょっとびっくりしたんですけども、はい、ここ最近僕、はい、セブンイレブンさんでよく買い物をさせていただいてます、はい、すいません、あの七チキも大好きです、本当に。はい、ということで、ちょっと何日前かなで初めてドリンクのところでいつもお茶買うんですけど、うん、ちょっと目立つところにこれが2本あったんですね。ちょっと見てもらいましょう。デデンデデデン、スターバックス、これぐらいかな。スターバックス、イエスイエス。ちょっとスターバックスの商品がセブンイレブンで売ってることってまずないと思うんで、うん、ちょっとえっと思ったんです。うん、ね、ピーチスプラッシュっていうやつですね、うん、こっちが、リフレッシングテイストの2種類を買ってきましたんで、うん、こちらの方ちょっと今日は飲んでいこうかなと思っております。はい、はい、じゃあレッツテイスト。はい、というわけでね、グラスを用意したんで、はい、2人で分けて飲みましょう。そうですね、はい、したら味のついてない方からいきましょうか。はい、ね、多分味ついてる方から飲んじゃうとちょっとびっくりすると思うんで。はい、では開けます。はい、あー炭酸のいい音。はい、じゃあちょっとグラスをね持ってきて入れたいと思いますよ。ここら辺かな。どうでしょう、結構炭酸強めかな、結構入れたら。はい、ということでこちらでまずはノンカロリー、ノンカロリー飲んでいきましょうか。いただきます。さあどうでしょう。なんか、うん、僕あの炭酸水を飲むんですけど、味のないやつ飲むんですけど、あれなんとなくなんかこう風味的なものがあるかなっていう感じの、なんていうんだろう、何に近いかな、なんかそういうなんか味があるようなないようなみたいな感じですね。なんかでもあっさり飲める、あのソーダだとちょっと抵抗あるんですけど、うんうん、こっちの方が飲みやすいっちゃ飲みやすい感じですね、うん、ちょっとじゃあいただきます。うん、美味しい。口当たりの炭酸系は、うん、あのちょっと弱めだけど、うん、さっとこう口の中から開ける感じ、うんうん、爽やかに飲める感じ、うん、これ何の味だろう。うんと、ジンジャーとかに近いのかな。なんかでも、後味はちょっとあるね、なんかね、うん、なんか入ってます。あ、コーヒーチェリーっていうものが入ってますね。コーヒーチェリー、さすがスターバックスさん。コーヒーの木豆を含むカフェインが入ってます、うん、はあ、なるほど。それにココナッツ果汁を配合したスパークリングドリンク。ココナッツか、確かに言われてみればみたいな感じですね。コーヒーチェリーっていうのが入ってるみたいです。だからコーヒーの豆の生のやつが入ってる、うんうん、成分が。なるほど、だからこういう味なんですね、うんうん、結構さっぱりして飲める。やっぱりスターバックスだけにこうコーヒー系のね、うん、これは毎日飲んでも飽きないかな、うんうん、これがノンカロリーだっつうんだから毎日飲めても素敵だと思いますよ本当に、うん、ね。はい、はい、ということで次行ってまいりましょう。はい、次こっちのピーチスプラッシュの方、うん、はい、いい音。ハンさんはやっぱこの音ね、開けたらね、なんかいいね。これはもう匂いしてますから、ね、これはすごい、うん、入れます。ピーチのいい香りがいいですね。ではではどうぞどうぞ。あ、すいません、いただきます。ではいただきます。うん、うーん、あーピーチフレッシュ。おなかなかこう本当になんかやんわりした美味しいピーチの味しますね。いただきます。桃天みたいな感じ、桃の天然水みたいな匂い。うん、おおおおおお、これはピーチ、ピーチザ・ピーチ、ピーチザ・ピーチなんだけど、うん、もう一つ実は、うん、まあこれこのジュースも美味しいよなっていう果物も入ってます。お、なんだろうこれ、わかんない。正解は、ええ、リンゴです。
そっか、しまった。うん、リンゴが入ってるからちょっとさっぱりしてる感じがあるかな。うん、で、そこまで多分果汁 10% 未満ですが、はい、カロリーも 100ml あたり19カロリーって、うんうん、そこまで炭酸のこういう味付きのジュースに比べて、はい、あのカロリーは高くないかなと、うんうんうん、いう感じで、これも毎日飲めちゃう、うん、いいですね。まあ、だったら今日こっち、今日こっちみたいなね。あ、いけますね、うんうん、ということで、はい、こんな商品見つけましたっていうことで、はい、ちょっと2種類ね、はい、うん、面白い商品を2つここで発見しました。もうね、なんかこの写真、なんかブーちゃんから送られてる時に、なんかおみたいなそうそうそう、なんだこれみたいな多分最初見た時は、なんでスターバックスみたいなそうそうね、ぜひセブンイレブンさんに行った時にはこの2つちょっと飲んでみていただければ嬉しいなと思います、うんうん、はい、ということで、はい、今日の商品レビューでした。はい、はい、スターバックスさん、ありがとう美味しかったしたっけね。